大阪市立天王寺小学校は、大阪市天王寺区にある公立小学校、4天王寺の南側に位置する。天王寺区の南部、国道25号以南を校区とし、天王寺駅付近の繁華街や天王寺公園、大阪市天王寺動物園も校区に含まれている。学校は、校区の北端に立地する。学校の南側に、国道25号が通っている。 児童の交通安全のため、国道25号の南側歩道から地下を通り、直接学校校内へとつながる児童専用地下道が設置されている。児童専用地下道は、日本全国を見てもほとんど例がないとされている。専用地下道入り口また地域に伝わる、何は野菜である天王寺カブラを栽培する活動を行っている。1874年に創立し、 現在の大阪市立大江小学校とは期限を同じくしている。1920年に現在地に移転している。太平洋戦争の戦災の影響で、終戦直後には一時休校となっていたが、1955年に再開校している。明治時代初期の学生発布により、当時の東成郡天皇寺村2874年6月2日。 第五大区一小区一番小学校が開校した。学校の場所は天王寺村ガラス橋とする記録が残り、四天王寺高新堂の西側付近と推定されているが、正確な位置については不明となっている。1878年には天王寺小学校と改称している。1880年には東成軍模範学校の指定を受け、補助金交付を受けている。 1890年4月には、当時の天皇寺村にあった東成郡谷町人城小学校を合併し、また同年には四天皇寺より、学校用地700坪の寄付を受けている。1891年7月には四天皇寺から寄付を受けた土地に移転している。この際に天皇寺高等小学校を合併し、東成郡天皇寺人城高等小学校と称した。 また一時期、当時の天王寺村にあった、安倍の尋常小学校、天下茶屋尋常小学校を合併し、天王寺小学校の分教場としていたことがあった。しかし両校ともすぐ再独立している。安倍の天下茶屋の両校は1901年に合併し、現在の大阪市立生命九小学校となった。1897年4月1日の大阪市第一次、域拡張により、 天皇寺村の内大阪鉄道より北部、西部については大阪市に編入合併されることになった。これに伴い大阪市天皇寺神城高等小学校へと改称し、校区は大阪市南区、天皇寺及び育の国分寺へと改変された。1900年には下寺町二分教場を設置し、校区西部在住の低学年児童を収容した。1902年には、 高知拡張を行い、校舎を増築した。これに伴いした寺町の文教場も廃止されている。天皇寺神城高等小学校は1903年9月2日、同一敷地内で、大阪市天皇寺第一神城高等小学校と、大阪市天皇寺第二神城小学校の2校へ分離した。なお、天皇寺、大江の両校とも、2校分離前の天皇寺神城、 高等小学校開校時の1874年6月2日を学校創立と位置づけている。2校の同一式地教養は1920年まで続いた。天皇寺第2校の開校直後の1903年10月8日には、高等科を天皇寺第1校から天皇寺第2校に移管した。これに伴い、大阪市天皇寺第1人上小学校と解消した。 天王寺地域では児童が増加し、天王寺第3小学校、天王寺第4小学校、天王寺第5小学校が次々と開校した。これに伴い天王寺第1校の校区が縮小し、新設校に児童を送り出している。1919年10月1日、現在地の土地に校舎を建設し、大阪市天王寺第6人城小学校を新設した。 半年後の1920年4月1日、天皇寺第一尋常小学校が、天皇寺第六尋常小学校内に移転した上で、天皇寺第一、天皇寺第六の両校が合併した。合併校は、大阪市天皇寺第一尋常小学校と称した。1920年9月1日には、大阪市天皇寺第六尋常小学校が、開校したことに伴い、周辺校で、 校区調整を実施した。天皇時代一校関係では、天皇時代五校へ一部児童を送り出し、また、天皇時代四校より一部児童を編入している。1922年10月30日には、大阪市天皇時代七尋常小学校が開校し、校区の一部を天皇時代七校に分離している。1925年には高等科が併設され、 大阪市天王寺第一人情高等小学校と解消した。1934年9月21日の室戸台風では木造校舎が倒壊したが校内での人的被害はなかった。被災後2年間仮校舎での授業が続き、1936年に校舎を再建している。天王寺区天王寺地域の小学校は1939年4月1日付で、 従来の創立順の番号での公名をやめ、地名などを取り入れた学校名へと一斉に解消することを決めた。これに伴い同日付で大阪市天皇寺神城高等小学校へと解消した。1941年には国民学校令により大阪市天皇寺国民学校へと解消している。太平洋戦争の激化により1944年9月以降、 学童集団疎開が実施されることになり、1944年9月10日より、奈良県内郡五条町への疎開が実施された。1945年3月13日の第一次、大阪大空襲では校舎を全焼した。また校区も壊滅的な被害を受けている。このため、終戦直後の1945年10月より、天皇寺、川堀の両国民学校は、 清和国民学校校舎を共用して授業を行った。翌1946年には天王寺、川堀の両校は休校となり、清和国民学校へと統合された。川堀国民学校はそのまま廃校となっている。天王寺国民学校の旧式地は、新生大阪市立天王寺第一中学校の仮校舎などとして転用された。地域の復興に伴い、 天王寺小学校の再開を求める要望が高まった。1952年には、地域住民により天王寺小学校独立推進委員会が結成され、学校再開への準備が始められた。1954年5月28日には、天王寺小学校復興促進世話人会が結成され、地域住民に学校再開を呼びかけた。 その結果1955年4月1日、大阪市立天皇寺小学校として現在地に再開校した。新1年生142人と、大江、清和の両校から2年生マイナス5年生の児童252人の転入者を迎えて再開されている。再開2年後には、児童数が2倍近くに急増し、その後もしばらく児童数の増加傾向が続いたため、 校舎増築工事が繰り返されている。1964年の創立90周年、記念事業として、1960年代前半に自動専用地稼働の建設、標準服の制定、効果の制定などが行われている。自動専用地稼働は、当時交通状況が悪化していたことから、自動の安全確保のため、1962年3月に着工し、 同年9月に完成している。ありがとうございます。